チューブ入れてから小さなのしてる。それで温度調整してるの。そうですね、温度上げて、でここから生地を近づけて、うわあ、で生地の表面だけを一気に焼く。おお、らららら、回しながら、回してますよ。火に近づけて、あららら、器用ですね。あー、いいここに置かれるのか。すぐなんですよ。それだいたい温度どのくらいですか。中心で520度くらい。520度くらい。僕はちょっと高い方ですね。うん、結構職人さんによって違うんですか。違いますね。だいたい一般的に430度から480度くらいまで間が一般的なんですけど、高くするまたあれがあるんですか。ですね、もうこのまま食べていただければ分かるんです。この食感になるからこの温度にします。はい、いろいろ試したんですけど、サクっていう食感を狙ってるとか。そうですね、周りがサクで中がすごいこれちょっとふわっとしてる、うん、僕の生地を低温で長時間焼くと、うん、もっと硬くなっちゃうんですよ。硬、うん、いパンみたいになって、ね、中までもっと火が入っちゃう。で下に塩が、そうですね、先巻いた。めっちゃうまい。山田さんって乱れることあるんですか、酒飲んで。どうですかね。なんか暴れたりはしないんですけど、めっちゃくちゃ酔っ払います。で記憶も飛ぶし、この間ここ終わった後飲みって、まあ知り合いのカラオケバーみたいなとこ行って、はい、寝ちゃったんですよ、ハイチェア、はい、こうやって記憶ないですよ。だからそのまま倒れたらしくて、幅が折りました。今治りかけです。すげえ折り方っすね。この間1日だけ飲まない日作ったんですよ。その日の夜クソつまんなかったです。なんてつまんない人生なんだろう。作ろうと思ったんですか。テリーも常連、まあ、何回か来てるお客様に、はい、次予約したいんだけど、なんか野菜の料理欲しいなって言われて、うん、面白くないじゃないですか、サラダ。まあね、うん、はい、じゃあちょっともうテリーも作っちゃおうかなって作り始めたんですよ。なるほど。一回やり始めたらもうやめられない。綺麗ですよね、はい。ずっとそれ以来作り続けてますね。それ何のソースですか。これですね、カーボロネロって言いまして、黒キャベツです。黒キャベツ、はい、イタリアンです。それ何の木とかってあるんですか。薪は、奈良材ですね。この今セットしてるチップは杉のチップです。杉の、はい、もう修行時代からずっとコンビで早いもん、早いもん、本当。
なんか前回 YouTube の見せてみたときに、その焼き方が気に入らないっていうか、あれがすごく印象的。やることも間違いない。焼き方っていうのも、上に乗った具が皮の中に落ちちゃったんですよ。ああ、そうなんですか。まあ、一回一回が真剣勝負。そうなんですよ。いや、神経使うな、それ。そうですね。だから生地をすごくいい状態に持っていかないと失敗が多くなっちゃうんですね。はい、うわ、上に乗ってるのは、トリッパとランプレドット、ハチロスとギアラのことですね。その第2第4肉すごっ長時間煮込んで、はい、乗せてます。あとチーズがすごくなモッツァレラチーズで、アクセントに生の黒胡椒の塩漬けをシェアしてます。はい、ホルモンのピザが初めて来た。すごいっすね。トリッパのピザ、すげえ煮込んでるからこんな違和感ないんですよね。これすげえうまい。だから赤ワインなんですね、内臓だから。そうです。これすごいっす、超面白いっす。電気とはもう全然違う。徹底的に違うのは、電気とガスは生地の裏に焦げ目がつかないんです。あ、石井の巻き釜はちゃんと裏にも焦げ目がつくんですよ。それはもうかなり風味に違いますね。はい、それが全然風味、風味と、はい、苦味も味の要素ですもんね。そうですね、やっぱり、ね、焦げた苦味がやっぱりいい、ね、アクセントありますよね。一番道具が来て食べたらドキドキするのがマルゲリータみたいな感じですか。そうですね、はい、で僕一番初めにマルゲリータ出すじゃないですか、はい、あれはもう本当に、まあ、その名刺代わりといいますか、まあ、ピザ職人として僕はこういうピザをやってますよっていうのを、まあ、マルゲリータで初めに一番お腹空いてる時に食べてみます。中トロみたいなものですかね、寿司屋さん。本当にまだピザが出てきますから、はい、ピザ、つまみ、ピザ。本に出すとこも多いですか。いや、もうこういうとこ初めて、日本で。あー、ないですね。ないです、絶対ないです。そうそう、そんな。オーブン代わりしてる。そうです、それも全部これで。フル活用してますよ。続いては、マダラの白子と、ズワイガニとレンコンが入った、グラタンですね。ちょっとこれ最高っすね、これ。すごいな。お、レンコン、うん、いいですね、食感。パスタじゃなく、うん、レンコン、いいですね。いや、いい、これはね、うまいっす。あんまりイタリアンをあんまり意識してないですね。なんか、まあ、変な話ですけど、さっきの野菜のテリーヌって現地ですよね。すごいな、むしろ冷房っていうのはすごいですね。寒くないですか。全然全然、あ、でも全然寒い。暖房つけるのも地獄ですね。夏の方がピザの生地は水分がまだあるって状態ですね。そうですね、皮乾燥しないんで、まあでもその発酵しやすくなっちゃうんで、暑いんで、コントロールが難しいですね。寒くなってからだんだん暖かくなるまでグラデーションがあるから徐々に変えていかなきゃいけない。そうですね、はい、じゃあもう1年中なんかそわそわしますね。そうですね、一番難しいのはやっぱ季節の変わり目で、そこを超えちゃえばある程度一定になるので。今年なんて夏長かったっすね。去年か、長かったっすね。すごいきつかったっすね。10月ってまず生地を取れてる段階から気温が高いんで、だから氷入れて回したりとか、そういうことしないと。結局どの季節であっても同じものを出さないといけないとかいうのはありつつも、はい、でもこの季節が一番いいんじゃないかなみたいなところってなんかあるんですか。まさにやっぱ春秋ですね。そう、うん、やりやすい。
プリオン。ブイだ。ブラですよ。ブラですね。じゃあ。すごいな、こんなピザ初めて。重そうっすね。難易度高そうだな、これ。巻き焼きですよね。そうね、なんか最近こうね、あの焼き鳥さんも巻き焼きが流行ってますよね。イニシエの頃から巻き焼きで焼いてるわけですよね。そうですね。火加減は結構毎回同じじゃないですか。だからこの火加減に合わせて食材を巻きるという厚さを調整する。いや、さっきここでけえなって言ってましたけど、バンカーでかかったり。ああ、そっか、刺身じゃないんだよな。そうなんです。あ、あれです。すごい。処理ですね。ソースは大葉のジェノベーゼソース。いいです。自家製のジェノベーゼ大葉です。で、自家製のセミドライトマト、ブリの下に飾ってます。これはでもナイフとフォークな感じだな。うん、うまい。ソースがいいですね。ジノベーゼ、香りがすごい。これもどっからこうね、フォークで食べる食べ方によって焦げ目も違うし、多分人それぞれ全員と味わい方違いますよね。感じどんどん投げてハマっていくんで、だから下の上に最初に塩味が来るようになってるし、はい、だから上の方に絶対塩振らないんですよ。そうですよね。その塩味にやっぱりブリを合わせるのがすごいですよね。うん、だからコーナー調理なんでしょうね。そうですよね。こんな食べ方はあるんですよ。大丈夫です。大丈夫です。ちょっと面白い。大丈夫ですか。田村さんが作っている卵ですね。はい、下にはサフランのリゾット敷いてあります。これは卵をよく崩してもいい。はい、うわ、ゆっくりだもん。うわ、来たすごいもん。で、ちょっと多分ソースとたまる黄身と絡んで残ると思うんで、それをリップするやつを今焼きます。なるほどね。あ、目玉焼きってテンション上がるよね。これはやばい。ラピュタですもん。そこラピュタですか。はい。この舐めたものをチリチリって今火花が立ってると思うんですけど、それも塩が焼けてるんですか。ね、はい、焼き塩になるんで、これあのいろいろ僕も試したんですけど、例えばお皿の上に塩を引いておいて、あの塩を投げないで生地を焼いて乗せるのと、この焼き塩でやるのと全然味が違うんですよ。はい、残ったソースがあとはディップしようソースは、あ、そうだよ。そうだよ。そうだよ。最後は1分しっかり食べにそうになる。これ自体しおばちゃんの効いてるから、これだけでもうまいですもんね。めちゃくちゃうまい。あれ、
餅みたいふわふわっすこねる時間がすごい僕短いんですね。あだからグルテンがこうあまり出さずに、うん、グルテン出さずにあすごい、はい、あのまあ食感ですね本当に食べ過ぎちゃうとやっぱりもうちょっとグルテンが出てもっともちもちしちゃうんで。あなるほどね。同意を求めた下根さんが全く聞いてないってツアーもまた、はい、ぜひ行ってもいいですよ。これが最後ですね。マリナーラというピザなんですが、伊勢海老、伊勢海老が入ってます。伊勢海老のアメリケーヌのマリナーラです。伊勢海老、伊勢海老、はい、伊勢海老、めちゃくちゃうまい。味噌が入ってます。伊勢海老を殻だけ取るんですよ。殻をあの釜で焼いて、それをもう取り込む。で、殻をこう潰しながら、ね、香りがね、味噌も入ってる、はい、こんなピザないから、絶対ない。いや、これは好きな人を食べさせたいですね。まだ始まった、始まった始まった本当にごちそう。面白い店ですね。ありがとうございます。本当、うん、美味しい。唯一無二だわ、マジで。ありがとうございます。最後だけ買おうと思います。最後だけデザートは熊のモナカですね。確かに、モナカの下に自家製のティラミスと、ガトーショコラがあります。でモナカの後ろ、熊の後ろ空洞ならデザートを作るんで後ろに詰めながら召し上がってください。はーい。崩すのこれ。詰めます。熊が壊れた。そう、これって入れるものなんじゃないの。そうです。何壊しちょっと首を。コースが一旦以上で。はい、これで終了です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。最高でした。マジで最高でした。いやー、本当素晴らしい。マジで楽しかった。楽しかった。はい。だからめっちゃ割れてました。大丈夫ですか。ああ、ありました。忘れましょう。